換金しろ250円だしミスが1万円を早く使い切った方が勝ちという2対2のチームバトルです。大食いになるよ1万円は。早食い大食いやん、うん、そう。食べ物飲み物のみで1万円早く使い切ったチーム勝ちで、その場で消費するってことか。そう、あとあのキャラクターのカップ付きとかも禁止で、 あれ高いもんね、ケースとかも禁止で、ルールはスタート地点があって、そのスタート地点からスタートします。で1万円を食べたり飲んだりします。でスタート地点で戻ってきたタイムで競うと、そこに先に持ってきたチームの勝ち。そんな感じですね。いっぱい食べていくよ。じゃあチーム決めしていきます。ウッドパネドラリ勝った。ボロ勝ち。水野町最初にタバコ吸いに行かして。それなしって言うとさっきだけどマジであり。ありやろ。このメンツなら勝てるやん。普通に面白かったらだけど、4なら高いの。それを一緒やで、俺らの条件。なんかめっちゃかっこいいこと言ったみたいな顔してるけど、それをいかにこっちの方が高いのを見つけれるか。食べる速度も全然違うから。全然違う。やべえ。負けたらどうするよ。今のものなんか一品。そうしよう。はい、じゃあなんか一品ね。何でもいい。いただきます。よーい、スタート。スタート。いくぞ、みか。走っとるよ、じゃいかん。絶対疲れて食べるんだから。確かに。出た、おごりはやだ。明日お腹痛くなって食べれるのはマジでアホ。あの女置いてけ。ご飯屋俺どこにあるかあんま分からん。俺ピンしたいから。ピザで行く。ピザとか、うん、コンドルかもしれんけど、ここにする。迷ってる時間が一番無駄ですから。本当にそう。早く頼む。とりあえずまずこの時間帯2時半でコンドルやん。やっぱ人が混んでないとこ、まあ、屋台が一番手っ取り早く買えるんだ。でチュロスとかが1本800円とかだから、10本食べたら8000円だよ。まずチュロスを2本ずつ持って持ちながらどっか移動。めっちゃ効率いいこと考えてる。じゃあチュロス探さまぜ。チュロスを探して。待ち時間90分もある。違うさ、店にも待ち時間ある。だから無理なんやって。だからもう屋台で攻めるしかない。ロングソーセージパイ750円。これを持ちながら食べるかな。もう行こう、うん、これ持ちながら行こう。待って、ソーセージパイあのでかい。どうこれ。俺のよりはでかいね。違う、どういうこと。そうです、関係ないんだよ。食べれるかどうかって話なんだ。あ、余裕。あ、これなんか結構並ぶね。やばい、終わった、どうしよう。この被り物してからみんなに見られるんだけど、人気者ってこと。違う、お前キモいから見られてんの。キモいからって。え、もう今頃食べてるかな。それはねえだろ。さすがにないよな。届きました、ピザが4枚。まずこれでまず計4000円。俺ペロッといけるから、うん、まずで上手のジュースがあった。これ炭酸かつこのサイズで650円。今回の企画に関してめっちゃコスパいいね、これ。ということでもう食べちゃおう。これめっちゃうまそうでしょ。普通に小林さんなんてこれ1枚食べて終わりだからね。とりあえずこれ第一陣ということでいただきます。このポテトのピザの方から食べます。うまいわ。デブがクソうまいって言ってます。おい待て、鏡見ろ。言うて俺もデブだけど。今ミゾが猫かと思ったら鳩だったっていうボケをしました。結構重かったよ。はい、買いました。はい、これ買いました。ソーセージパイとソフローズンっていう飲み物、2人分で合計今2500円ですね。はい。おいら、旗から見てるカップルみたいじゃない。全然違うよ。さあ、お腹いっぱい。やめて、その言葉を言わないで。見て、これ買える感じ編を超えとるわ。やばい、一気に飲みすぎて喉が冷える。やばい、あー苦しい。結構腹にくるかもしれない。食事って洗脳だから、満腹じゃないって思っちゃえば満腹じゃない。もうそれでラストでしょ。俺もあとこれ飲んで終わり、完食。ちなみにちょっとお腹いっぱい。え、ガチで言っとる。俺あと2枚は食える。マジ、うん、それはここまででかくなるやろ。体がでかいやつは胃袋もでかいんじゃ。早く食べて次の店行くぞ。何してんの。今見つけました、めっちゃいいの。ピザが1000円、ジョーズスプラッシュっていうジョーズのサイダーが650円なんですよ。めっちゃ高くね。しかもピザって丸ごとじゃなくて一切れが1000円みたいな。ユニバクオリティ出してきたわ。やばいこれね。あれ、まだ食ってないね。ソーセージパイ。ん？ピザ食べれる気がしない。まあお腹いっぱいってた。吐けよ。え、これバコ。え、どうしたどうしたどうした。は？あー待って、重みがすごいわ。いただきます。ごちそうさま。ねえ、ダメ。
これだけ一緒のお願い、全部食べてくれ。めっちゃ美味しいからね。これ地味にきつくね。だってめっちゃ美味しいけど、めっちゃお腹いっぱい。これやべえわ。いや、なんでこいつグミがついとるの。てん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 。俺めっちゃつまらんことしとったな。ちょっと脇がね、ほんと臭すぎてゲコが出そうです、自分で。これ頼むで一回変えてくれ。一生のお願い。お前さっきも一生のお願いだったやん。びっくり今。これ口癖やん、絶対一生のお願い。かっこマジ。あ、これ1000円の重みあるわ。ユニバってさ、結構割に合った値段するのかもね。1000円でこれ腹いっぱいになるから。ちっちゃくしてくださいって言えばよかったな。猫上に。もうニセコや。どうする、次どこ行く。まあ一回ちょっと脂っぽいもん取ったからデザートできたよね。デザートでさ、なんか液体とかさ、あっち系だったらツラツラ入ってきそう。ツラツラ前はそれ行くか。デザート、デザート、フローズンマンゴー買いました。1個600円、合わせて1200円です。残り3500円。1枚食い終わりました。いやマジできついわこれ。そう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 、全部それを全部次の回入れて。そうそうそう。あ、ハト来た、ハト来た。おい食え、ハト。逃げてた俺から下がったんだろうね。ピザをしっかり持て、口に持ってこい。カメ、もっとカメ。全部入れろ、口の中入れろ、鍋入れ出すな。エラー。あいつらがプエンテイドという理由が分かったわ。めっちゃうまいもんこれ。今マンゴーのやつ食べ終わったんで、次ね、ラストもここで終わらせようと思いますけど、ワンピースのお店、これだとルフィの肉肉プレートとか、ウソップのフィッシュプレートとか、改造人間のチキンプレートとか、いろいろ食べれるんで、とりあえずここで残り3000円で消化して、もうあいつらのとこ戻って、すぐもうぶっ倒そう。はい、はい、ってことで、今5800円分食べ終わりました。あと3200円どうするかっていう話なんですよ。でもなんかロビンのソーダ600円だったんだって、マジで。あ、でもなんかワンピースの店あったよね、さっき。宴って書いてある。何だったっけワンピースって。左ハルチ、これ2個頼んでよ。いいよ、そうするしかない。もうそれですぐ、よし、これ頼んでくだ。じゃあゾウ3個と。すごい美味しいです。あ、ありがとうございます。そうですよね。オールフリー2つ以上でお願いします。本当にフリーがフリーで、マンのイメージ来ました。三刀流ゾロおにぎり、それしか知らんふざけんなお前。さっさと行こう。いただきます。うまいねこれ。抹茶好きだもん。カラカも好き。全然入っとらんかねん。あー、抹茶ビール。ノンアルですよ。ノンアル、ノンアルからね。うまっ。いやー、え、その夢は終わらねー。見てくださいこれ。こいつらはプライベートだから。そのタルはね、タルジュースね。こいつらはプライベートです。こいつらで3500円。ああ、これ食べきればもうすぐ行って終わりということで、食べちゃおう。いただきます。うまっ。何この白いやつ。そうやし、マジでいいと思う。殺すぞ。明日から絶対ダイエットします。そのセリフ何回聞いたことか。絶対2タイム来いよ。じゃあ、はい、約束ね。はい、触んなよ。まだ食えるやろ。負けるぞ食わんと。お前はね、箸止めすぎなんて。こう僕って言ったかね。何も考えずに食べんの。苦しがっとるやん。限界勝つで。あのカイトが時間空くといかんわ。全部食え。メールビビビビビビビ。これこれ、ビ口に持ってこい。ね、そのロボットいじり。2人なのに3個ってな、結構言われたね。だってありえんメニューやん、これ3個って2人で。うわ、ルビーのタルカを忘れた。いや、今度ハルチとユニバデートした時に行くわ。この時はないかも。あ、ユニバデート行ってくれってことでいい。いいよ別に。いいよ全然。お、みんな第2弾決定したぞ。でも、まあ、来年のどっかで金がないんで、うん、ごめんね、こんな彼氏で。彼氏じゃない。あれ、お揚げ餅一緒。あ、これマジでうまいわ。これほんとビール、ビールの味するけど、ビールの中でもうまい。さっきのお店のさ、斜め一緒になった女の人のさ、3人で強くね。盗めばよかったね。ダメだろ。あ、ユニバって法とかないでしょ。あるわ、もう日本大阪だわ。急に現実戻すな。これ3つにオールフリービールっていう組み合わせ、意味わからん。これ止まった。味噌だけだよ、もう無理。食べれんとかって言わねえ、やめて。ダサいぞ。おい、
無理だってもこれ。はい、せーの、一気一気フグ、一気フグフグフグ、はいはいはい、ういー、ごちそうさまでした。でもあとお前こいつ飲みきらなあかんからね。まだ捨てる捨てる。え、なんつった今。捨てる。カットしんからな、お前覚えとけよ。俺もこれ捨てる。はい、お前海賊の乾杯。カルチが目標らしい。ごめんね、食べかけなんか渡して。いいよ、関節キスできるから。なんかそうやって言われるとなんか自分で食べたくなるけど、今その余裕がないから、もう本当に気持ちが悪い今。うーん、食べての味がするよ。お前気持ち悪いわ。おめでとう、おめでとう、おめでとう。これははるかが飲むわ。じゃあオールフリーははるかが食べ飲むわ。よし、もうこれでサトちゃんに行きましょう。お、捨てろ。おぉ、よしよしよし、ありがとう、ありがとう、マジでありがとう。あ、パパ、はい、もう押しオルカ、オルカいないか。オルカ、どうだ、いないかね。どうだ、ちょ、右じゃない、右ちょ、もう、あの、パンパンすぎて走れん。あれ、おったはい、負けました。おった負けました。おったぞ、あいつら。はい、もう見てください、ゴールです。スタート地点に戻ってまいりましたということで、まあ見ての通りあいつらはいないわけですよね。なんならさっき遭遇して、あの俺たちが最後のお店出る時に入ってきましたから、はい、すいません、もう遭遇しました。なんかあったんだけど、今日私たち店、同じ店行くじゃん。え、お前ら終わったもん。まだ分からないよ。で、おすすめのルフィの肉にくれる。これね、めっちゃ小さい。あれ2200円やんか。めっちゃ小さいよ。あ、嘘ついたのか。てか俺ら遠く、俺ら食べたの。ちなみにあといくら。3200円。もう買った、帰ろ。あれ終わったよ。だってそれは分からんけどまだ望みがある。まだあるぞ。いいか、席取るわ。デザート出てきて。ということで、まあ今回僕たちが勝ちということで、ちょっと喫煙所行こうか。俺もだいぶもう半日ぐらい我慢してるんで、やばいで。ちなみに喫煙所もめっちゃ遠いけど、これ余裕できるから。余裕できる、4往復ぐらいはできる。みーぞー、何分待っとる俺ら。もうやばいよな、マジで。1時間経ってる。余裕だとるよな、多分。どうするよ。もう置いてこ。見え買って帰ろうね。置いて帰ろう。もう置いてこ。ハルちゃんかわいそう。置いてこ。ハルちゃんかわいそう。置いてく？うん。なんかくっつんだ。くっさあ。大佐にも程があるって。もういました。見ろお前、これキャンプみたいな。くっさあ。負けたわ。同じ構成かぶったじゃん。相場1枚やん。この人2枚かな。でも2枚目食べるのまでめっちゃ時間かかって。同じ流れやん。あ、ピザのとこ、お一人2枚ずつ食べたんだよ。あー、それでかいな。プラスフロート食べたんで。こんな地獄を見たのは初めて。めっちゃ頭痛い。これは嬉しい。めっちゃ嬉しかったよ、これ。これジュース入ってたからね、僕らに。これだけはあると思ったら、これコーラ入っとったもん。さっきもみそと話しとったけど、俺と水を一緒にしちゃダメだわ。そう、なんでグッパしたんやろね、あれ。こうなるわ。こうすると勝負がタイヤさつくんで。これからは食べる系はみそと量を分けなきゃ。分けた方がいいね。ピザ2枚で DK は2枚ずつ。ピザ2枚ずつ。ピザ2枚ずつ。はい、ってことで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントたくさんお願いします。クレジット番号。はい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 。番号と暗証番号の方送ってください。はい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 、商品も送るんで、プレゼントもどしどしこちら送ってください。それじゃあまた。